それでこの3つの音を同時に鳴らしているわけですが、ここでパイプっていうね、機能を使ってみたいと思います。パイプというのは文字通りそのパイプなんですが、このパイプに、パイプを通すとですね、時間が少し遅れて出てくるというような感じです。例えばパイプ100ってあげると、この100っていうのはミリセックになりますので、100ミリ秒、まあ、0.1秒ですね、遅れて、出てきます。ちょうど和音を3つの音を同時にジャンと鳴らすんじゃなくて、ジャラン、少しずつね、ずらして鳴らしていく。まあ、ギターのストロークなんかもそうですね、あるいは少しずつずれて音が鳴るわけですけども、和音の場合は全く同じ同時に時間に鳴らすということは実はあまりなくて、少しずつ時間がずれて出てくるのが普通なので、それをこっちで制御してあげます。例えばこれ今、パイプ100と200というのを指定してあげると、2つ目の音は0.1秒ずれて、3つ目の音は0.2秒ずれて出てくる形になるはずです。ちょっとやってみましょう。まあ、タラランタラランですね。これ0.1秒っていうのは意外とこう長いですよね。長いので、例えばこれもっと短く、120秒、0.1秒。こっちも0.2秒。これぞ、じゃらんって感じね。もうちょっと長い方が増えますかね。まあ、これもの考え方なんで、まあ、その辺どれぐらいのズレなのかはね、もちろん作り手が判断していくわけです。まあ、パイプっていう技を使って、時間のズレをね、生じさせることができますので、これもぜひ活用してもらえればいいかと思います。